分の好きなことをやればいい。そうすりゃ君は労働から一生解放されるよ。僕らはこの世に生まれた。これは動かしようのない事実だ。死ぬなんてことは気にしなくていい。生きることが喜びであり法則なんだから。人は自分が幸せになるために生きているのですよ。解決法なんてものはないのさ。あるとしたら前に進んでいくことだけ。前に進めば解決法は後からついてくる。